海誠監督の才能に惚れ込みアニメスタジオを設立、うん、株式会社コミックスウェーブフィルム代表取締役でアニメーションプロデューサーの川口則孝さん、君の名はやスズメの戸締まりなどの大ヒットに多大な貢献をし、深海ワールドの影の立役者とも紹介されています。よろしくお願いします。日本立脚点にしたものづくりってちょっと興味あって、うちのスタジオに来たかったら日本語を話せるところからだみたいな強くおっしゃってたじゃないですか。新海誠の脚本は日本語で作ってるんですよ。僕は漫画もアニメも日本語こそが武器だと思ってて、絵じゃなくてまず日本語が武器だと思ってて、当時どこにこう才能の原型感じたんですか。ああ僕は作るか死ぬかなんですって、見てもらえるかも分かんない24分のアニメは自分で企画して絵描いて。もうちょっと噛み砕くとどういう気持ちだったんですか、新海さん。それいやなんで服が今日被ってますねあれ T シャツ、ユニクロ、ユニクロ全世界のスズメの T シャツですね、オリジナル。でこれをずっと11月1日のスズメの公開からずっとこれを着て日本中ツアーして、はい、その後世界中ツアー。いやめっちゃ忙しい時期なのに、うん、よく出ましたねこれをね4枚、うん、カーリベンタン、カーリベンタン来て、でも海外行くとやっぱウケるのよあこれいいですか、写真撮ってくださいみたいな、これ欲しいけどもう売ってないんですよね。なんかそうみたい、パッと売り切れちゃうみたい。そうですよね、うん、じゃあ簡単にちょっと恥ずかしいですけど自己紹介じゃないか、他己紹介していいですか。ご紹介させていただいて、うんうん、株式会社コミックスウェーブフィルム代表取締役でアニメーションプロデューサーの川口則孝さん、当時まだ無名だった新海誠監督の才能に惚れ込み、新海作品を世に出すためアニメスタジオを設立、うん、2016年公開の映画君の名はや2022年最新作スズメの戸締まりなどの大ヒットに多大な貢献をし、新海ワールドの影の立役者とも紹介されています。よろしくお願いします。いやこう聞くとすごい経歴ですね。あの普段はね、あの基本的には人前にはプロデューサーなんて出ないように出ないですよね。いるのをちょっと高橋さんにね、この間なんか騙されてこうついつい連れてってなんか日経テレト大学みたいなの出させられ、日経テレト大学ね、今ないやつですよね、うんうん、はい、ないのか、うん、あれはちょっと、ね、あなたに恩返しと思って出て、でちょっと喋ってた、あなんかあ結構俺言いたいことあったんだなっては思って、でこれもずいぶん前からオファーいただいてて、ああなんか来てくれるしちょっとと思って、うん、今日なんか幸せです。 あ、うん、ありがとうございます、うん、今日はですね、あのビジネスパーソンの方がいっぱい見てくださってるので、うんうん、その人たちのためになることと思ったんですけど、うん、本当はそんなこと聞きたくなくて、本当はスズメの戸締まりについてめっちゃ聞きたいことあるんですけど、まずは最近川口さん何やってんのかから聞きましょうか。海外行きまくってますよね今。だから、2月末から、うん、ベルリン国際映画祭にノミネートされまして、はいはい、そこを皮切りに全世界舞台挨拶に回ってると、うん、ああベルリンですね、 ありがたく、あのアニメーション映画でノミネートってすごい珍しくて。そうですよね、これ20年ぶり、うん、宮崎駿さん以来20年ぶりに本選にノミネートされたんですよね。ほう、でこれを皮切りに世界中ちょっと舞台挨拶してきたんだけど、うん、今までも、まあ、僕はもともと商社マンだから、はい、こう世界中ちゃんとセールスはしてきたつもりだったんだけど、はい、やっぱねベルリン、ベネチア、カンヌ、あの三大国際映画祭ってあって、これノミネートされるだけでいきなり世界中のねこの評価変わるんだよね。どう変わるんですか。行くとこ行くとこ、うん、このメディアにもみくちゃんされるっていうか、はいはい、あのメディアのその国営放送とかがどん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 こう取材に来るようになって、うん、あのちょっとこうなんだろう、日本アニメ新海誠もそうだけど日本アニメ自体がこう新しいステージに入ったかなと今思っていて、うん、で同時期にあのスラムダンクって見ました。すげえうなずいて、すげえうなずいてますよ皆様あの日本でも今追い詰められててですね、僕らも145億で、はい、120いくつぐらいまで来ていて、うんうんうん、韓国はね、先にスラムダンクが公開になって、うん、なんと君の名が持ってた記録をスラムダンクにボーン抜かれて、韓国痛く傷ついたところをまあ、スズメが後から行ってぶち抜き返して今もう精神しておると、うん、で中国は中国で今スズメが一番なんですけど、今今度後からスラムダンクが公開になって今この辺まで来ていて、今わしゃ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 してでも言うぐらい記録はすごくって、あので何でしょう、日中合作の
あの任天堂のマリオが今ものすごいことになってるみたいで、だいぶ日本のアニメがちゃんと世界中にこう受け入れてもらえるようになってきたと、うん、でやっぱりそれは今までは一個一個輸出していかなきゃいけなかったんだけど、はい、今とりあえずネットリックスとか買ってもらうと一応世界中行けるじゃない、はいはい、なんでいいものさえ作っていれば10年前のものでも世界の人がこうなんだろう認知してくれて、はい、あの応援してくれるようになってきたんで、ちょっと我々日本のアニメーションの人たちとしてはすごくいい状態ですね。なるほど、まあ、ちょっと川口さんの過去の話も聞いていきたいんですけど、うん、その前に一つだけ、まあ、そのコンテンツ産業って今こう政府も経団連がこの間コンテンツ産業に注力していくみたいな難波さんとかが発表してたんですよね、うん、でいろいろ政策打っていくと、で川口さんたち見てるとちょっとフェーズ変わってきたのかなと、うん、今回中国の興行成績は日本抜いたんですよね。そうなのよ、ちょっとどう意識変えていく感じですかこれからコミックスウェブフィルムス。これは分からない、これまだ、うん、なんだろう、日本が145億円、あでごめんなさい、僕らあのお金の話をしているようで、僕らの業界では145億点みたいなことで、うん、お金がまるまる入ってくるじゃなくて、ただなんとなく、数字が分かりやすいんで145億円って円の話しちゃうんだけど、あの点です、あのポイントです、点と、うん、で145億円で中国だけでそれを抜いてしまって、他も行くと今海外200何十億、だからこの行くとどうなの、倍ぐらいは海外になってしまって、はい、そういう現象は多分日本でもほとんどなかったと思うんですよね。でまだ今ワールドツアー中なので、はい、ちょっと新海誠とその話はしていないんだけれども、どうするんだろうね。今までは何しろ日本のお客さんが喜んでくれるために作ったの、まずそこでしたよね、うん、でも何しろそれは海外の売り上げ上がるとなったら作り方変わるんじゃないですか。でもそれはないだから、ちょっとそのなるべくタバコのシーンとかあるとレートが変わっちゃうんで、タバコのシーンはなるべくだったらやめようとか、はいはいはい、赤い血を出すと国によってはレーティングつけられちゃうんで、なるべくやめよう、やめられるのはやめようみたいな、うん、やっていたんだけれども、うん、今後はもうちょっと踏み込むことがあるのかどうかはちょっと新規のこと全部が終わった後に話すことなのかなと思ってます、うん、なんかその日本立脚点にしたものづくりってちょっと興味あって、川口さんこの間ツイッターでうちのスタジオに来たかったら日本語を話せるところからだみたいな強くおっしゃってたじゃないですか。あの日本の文化背景にしたものづくりみたいなの、あのこだわってらっしゃる、毎日世界中からうちのスタジオで働きたい、はいはい、インターンさせてくれって世界中からメールが来るんだけれども、はい、まあほとんど英語で来るんですよね。だけどもあの新海誠の脚本は日本語で作ってるんですよ。で現場も日本語で動いているわけで、やっぱ僕はその漫画もアニメも日本語こそが武器だと思ってて、絵じゃなくてまず日本語が武器だと思ってて、それをちょっと想像できないようなやつはうちでは働けないと思っていて、ツイッターとか、まあ、フェイスブックかなんかでそれ言うたんだよね。フェイスブックか、あんまりじゃここで言っちゃいけなかったんですか。あ全然いい、大丈夫ですか。あのでうちも外国人スタッフおるんですよ、はい、やっぱ日本語を学んでくるんですよね、はい、もしくは、下手でも学ぼうとしている、はい、やっぱ脚本が日本語だって、その脚本は原文のままなるべく、うん、その魂に落とし込んで絵にしてもらいたいと思っているんで、うん、その都度英訳していたらきっと作品は薄まると僕は思う、僕はそう信じておるんで、うちのスタッフは外国人ならばみんな日本語喋りますよね、うん、新海さんの作品って、うん、新海さん国語の教師資格持ってらっしゃって。あそうなの、えあ違いましたっけ、俺の取ってた、でも文学部なのよ。でもなんか文文学部なの、そうですね、うん、文学部的なところの素養がある気がしてて、うん、すずめの戸締まりもまだ新海さん口開いてないですけど、岩戸とか宗像とかなんかこう、はい、名字になんかちょっと思いがありそうじゃないですか、あの日本神話っぽいものを出してきますよね。そういう背景もぜひぜひ聞いてみたいなと思いつつ、今日ビジネスパーソンさん向けなので、聞いてみると今こう世界にコンテンツ産業で打って出る第一人者になった川口さんですけど、もともとアニメ業界に入るきっかけのところから聞きたいんですけど、会社員だったんですよね。そうそう、あの93年に伊藤忠に入って、はいはい、コンテンツ事業部だったんですよ、はい、なんか新設でコンテンツ事業部できて、うん、まあ伊藤忠が衛星を上げたのかな、で番組が必要になる、でコンテンツが必要になるってんでコンテンツ事業部があって、うん、その流すもの、うん、衛星放送で流すものを作んなきゃいけないってんでソフトの方に、あのなんか突っ込んでいって、そこでコミックスウェブという会社を外に作ったんだね。そこに僕は出向したの最初。どこでした？伊藤忠でしたよね。伊藤忠から出向したのね。孫、ね、はいはい、会社みたいのを作って、はい、7人ぐらいの会社かな、はい、その漫画家のライセンスをこう、
と預かって世界中に売ろうみたいな会社だったんだけれども、まあ、そんな中出向して3年目ぐらいかな2年目ぐらいかアニメですごい人がなんかちっちゃい賞だけどすごい人が現れて一人で5分ぐらいのアニメを作った人が賞を取ったって言ってその子に会いに行ったんだよねうちのスタッフがそれが新海誠、うん、もう20何年前2001年の話かなで、その時星の恋という24分のアニメをたった一人で作ってたんだねマンションにこもってまあ会社員やりながら作ってて途中で会社辞めたのかな、うん、でそれを支えるってことになって一緒に仕事することがスタートしたのが2001年。今でこそ新海さんってみんなそれこそ仕事したし天才だってみんな分かってますけど、うん、当時どこにこう才能の原型感じたんですか。あのねまだ28歳ぐらいだったかな新海誠が、はいはい、僕が32とかだったのかな、はい、あのねポロッとね、いや僕は作るか死ぬかなんですって言うんだよね。もともと商社マン、当時まだ商社マンで、売るか死ぬかなんて商社マン見たことない、うん、作るか死ぬかなんです僕はってポロッと言うんだよね。で見てもらえるかも分かんないどうなるかも分かんない24分のアニメは自分で企画して、うん、自分で毎日3時間睡眠でね絵描いて文章描いてなんか色塗ってってやってるのをマンションの中で、うん、見てしまってあこれは誰かが救わなきゃいけねえだろうと思っててこうなんか俺だったんだろうねたまたま。いや結構その作るか死ぬかって僕は初めて聞いたんですけど、うん、それもうちょっと噛み砕くとどういう気持ちだったんですかね新海さんそれ。なんかいやなんで1日3時間しか寝てないの昼間会社朝会社行って深夜帰ってきて寝る自分の時間が多分7時間ぐらいのうち睡眠3時間して4時間働いてるみたいな自分の作品を作ってたの、うんでなんでそこまでやんのって聞いたらいや作るか死ぬかなんですって多分本人覚えてないんだろうけどそれは強烈に覚えてるね。で本当に1日3時間睡眠でやってんだよね。でこれはなんとかせなあかんだろうとだ純粋に本当に純粋に僕はそれにこうしたというかなんとかしたい、まあ、気がついたらこうなってたと。えその原動力というか何なんですかその動力。あだから作るか死ぬかなんかどうも何をしてでも語らなきゃいけない何かここにあったんでしょうね、うん、それを輩出しているわけだね。で途中ゲーム会社も辞めてで、まあ、一緒にやるようになったと、まあ、その作るか死ぬかっていうその新海さんの思いもすごいですけど、まあ、そこにベットするまではまだ分かります、うん、ベットの仕方として、まあ、年収1200万ぐらいだったら商社辞めるわけですよね。ああそうそうでこれがちょっと頭おかしいなんかねやってるうちに5年そのコミックセブって会社に、ちっこい会社に出向して5年ぐらい経っちゃったんだよ、はい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 、帰ってこいって言われるわけだ伊藤忠に、うん、帰れるかと新海誠がおって、うん、それ集まってきた優秀な原画マンのアニメーターとか美術マンとかもういるわけよそこに、はいはい、10人ぐらい、はい、これ置いて帰れるわけねえからと、まあ、ちょっともうちょっと理由があってじゃあちょっと俺新海誠にちょっと俺行ってやめてくるわとこっち戻ってくるわちょっとやめてくるわやめたの33の年かな。だからそう当時年収が1200万が6掛けぐらいになるのかな、うん、辞めて転籍したちょうど辞めたとこだね。まあ俺も辞めたとこですけど言って1800万って言ってるもんね、まあ、俺は年収1800万でしたけど俺はまあもう41でしたからねいや僕も結構比較的ドキドキしましたけどでも33で1200万だったから辞められたと思う。これがもうちょっといって2000万もらって2000万の生活してたらちょっとやめられなかったもんね。いやいやいや、それよかったんだよ俺。どうかしてますよ。どうかしててだなんそのどうかしてる価値観を知りたいんですよ。これクライマーズっていう一応番組っていうかイベントらしいんですけど何かこう困難とか苦難を乗り越える人の話を聞く番組なんですって、うん、でビジネスパーソンの人、まあ、こう毎日会社で働いてたら嫌なこととか苦難いっぱいあると思うんですよ、うん、で別に辞めるっていう選択肢もありだと思うんですよね。社内で乗り越えてもいいけど、うん、何が辞める決断させたんですか。いやかわいそうだけじゃ無理じゃないですか働く。ね、あの現場を守るには多分俺が戻ったらあの現場潰されるでしょ。まず赤字だった俺が伊藤忠、うん、赤字赤字で赤字か俺が伊藤忠戻れば多分その現場は潰されるだろうし、うん、あと資本主義にこう飲み込まれていくだろうということもあり、うんうん、でさらに辞めて転籍した3年後に結局 MBO で買い取ったんだ俺が借金してねその部署ごと、はい、俺やっぱりリスクはあったんだろうけど
あれ守るにはそうするしかなかったんだよね。いやなかった。道中とかみんな上場してるからやっぱ株主に配当せなあかんでしょ、はい、そんなの気にしながら面白いも作れないし、あのいい現場を守れないと思ったんで、まあそうせざるを得なかったのね。なんで今、まあ、俺はエンタメは上場したら終わりだと思っていて、上場もしたくなかったから、まあ、MBO で独立、自分で独立したんだけれども、あの今でも結果僕は会社の 60% の株は僕が持ってる。だから僕が現場守ろうと思ったら僕が守りたいような守り方で守れると。でうちは今大きい新海誠の映画が3年に1本なんですよ。なんで普通の会社は年次決算でしょう、うん、一応年次決算やるんだけど、僕の会社は3年に1回黒字が出ればいい、まあ、だから赤赤黒で構わないと、はいはいはい、これは上場したら絶対にできないし、そのデッドかなんだエクイティかで、エクイティ株いっぱい他社に持たれていたらそれも多分許されない、はいはいはい、僕がほとんど持っていて他の株主も僕を 100% 信じてくれてるからこのやり方ができてる、うん、だから今回も僕らスズメ作ってる年赤字です。去年赤字なんです会社は、うん、で今年はすごい黒字が出る、うん、許せないでしょ上場してると許されないでしょうね、うん、でもそういう現場がシンプルで現場の人たちが純粋なんで、こっち側も純粋じゃないとあの作品ならないんだよねきっとねって信じてる。だからなんなんかその普通のビジネスパーソン的な感覚と違うところに仕事の価値観がある気がしてて、それは何なんだろう。でもね新海誠見てるとそうなっちゃうんだよね。ああこの子がここまでこうなんか命かけてなんか作ってるのを見てると、あもういいやもう死ぬほどいいやと。でデータとかエビデンスって僕らにはもう皆無なんですよね。はいはいはい、っていうのは原作ものをやっていれば、原作が集英社で漫画が何百万部売れてますっていうデータがあって、うんはいはい、なんかマーケティングの要素になるでしょう、はい、僕らは3年に1回何もないところにオリジナル映画をどんどんぶち込むから、はい、もうなんかデータも何もないんですよねエビデンスもね。だからマーケティングの話会社の中でほとんどしない。そんな時代の話はする。今こういう時代だからこういうものは届けなきゃいけないよね、はいはい、こういう世の中にしたいよね、はい、こうやってまあっていう話はするんだけど、はい、これが何部売れたからこうで前作がこうだったこうでって話は会社の中では一切出ない、うん、企画中も脚本中も一切出ない、うん、時代の話。ちなみに、はい、ちなみにキャスティングももう今回で言えば映画作りますってもう、はい、もう俺がやるってやるんだけど、はい、で制作費が20何億、はい、ね、はい、映画1本20何億もう決まりました、はい、もう絵作りも始まってますって後から声優のキャスティングだからね。だから僕もツイッター追っかけてたけど結構キャスティング基本的にギリギリ後ろ後ろだからそんなマーケティングも何もする前にもう20億リスク張ることは決まってるわけ、はいはいはい、いやその商売の仕方なかなかできないなと思うんですけど、うん、だ奇跡だよね毎日がねありがたいと思ってます。あいや、うん、そうするとちょっと質問の角度変えてみようかな。川口さんってだそのビジネスマンとしてマーケティングして商売を大きくしていくっていう発想がないとは言わないですけどそこじゃない気がしてて。あなかったなかったなかった全然なかった。仕事を何のためにやってるんですか。っていうか何してて仕事楽しいんですか、はい、まあ新海誠が好きで、はい、そこに集まってくる、うん、そのスタッフたちが好きでね、あのご存知か分かりませんが未だに紙と鉛筆で絵を描いてるんですよ、うん、日本のアニメは。で今年もまた新入社員が何人か紙鉛筆一本持って地方から出てくるんですよね。もう純粋なの、うん、でなんか何の安定なんか安定も何もない、ただもう好きでやりたいからちょっと憧れの聖地、うん、新海誠のスタジオに鉛筆一本で入ってきて一生懸命カリカリ絵描いてるんだね。そので僕はスタジオ行くと全員背中しか見えない、みんなこうやって絵描いてるから、だからこうって背中をこう毎日見てなんかね愛と勇気をもらうんだね、その背中にクリエイターさんから、うんうんうん、でその子たちの線の一歩一本が世界の人を感動させてんだよね、うん、それの中で直結してるか ら、 だから先週インド行ってきてインドで、ね、プロモーションやって帰ってきたらうちの子たちを一生懸命描いてんだよね、うん、ああ幸せな仕事だなと思ってる。でお前らが描いた絵が線の一本一本がインド人を感動させてたぞってこう言うと、うん、
でもなんか聞いてて感じたのは、まあ、普通ビジネス、僕もちょっとそういうところありますけど、ビジネスパーソンって、まあ、キャリアを積み重ねてて年収上げて、まあ、それで家族幸せにしようとかって思って仕事する人も多いと思うんですよ。あ、だけど新海さんと川口さん似てるところあるなって今聞いてて思ってて、でも仕事そのものが自分なんか乗り移っちゃってる気しましたね。新海さん、あんまりそのお金のことはもう、まあ、俺は借金してたから、借金を返済しなきゃいけない、はいはいはい、だまず社員に給料を払う、下請けさんに給金払う、でさらに借金を返済と、これだけはずっとあった、はいはい、だよね、まあ、これはそれなりにきつかったような気がするけれども、でも目の前のことでいっぱいいっぱいだったし、やっぱ作れば作っただけ世界中の人は、まだちっちゃかったけどね、秒速5000円の時とかまだファンベースはちっちゃかったけど、みんな感動してくれるし、で韓国人とか中国人が特におーって感動しくて、いろんなメールが来るんだよね。やっぱ新海誠は世界を平和にするんだなと思って、なんかそうするとまあ細かいことはいいやと、なんだけど君の名の前ぐらいにちょっと貧乏癖ついちゃってて、まあまあアニメ好きなことやってんだから、その貧乏仕方ねえだろと、製品、その清く貧しくみたいなのちょっとあって、だいい加減飽きて、もう毎月会社から僕の役員報酬が払われ、そこから借金を返済して、個人の借金もあるから、はい、残んないので、それカードローンで借りて生活するみたいな、はい、ずっとやってたの。もうええ加減に生徒で、神様、もう俺そろそろ貧乏もういいやって言った翌年に、言ったその年に君の名がヒットしたの、で何十億円も入ってきて、その君の名翌年に俺個人の借金も返済して、会社の借金も返済して、お、無借金だと思って、無借金ってこんな幸せなんだと思って、もう空が青いわけだよ、ね、借金ないね、いいなって、あの最高、うん、あのね、プレッシャー相当あったと思うんですけど、新海さんは、おそらくこれも推測で新海さんに聞いたことないですし、分かんない、僕が旗から見てて、多分ご自身の、多分すべて脳みそとかをさらけ出して作品でわって表現してる、だから生きるか死ぬかっておっしゃったと思うんですよね、で川口さんも、まあ、すげえ似てるように見えて、多分ご自身のすべてを会社だからこそ株式調達しないんでしょうし、会社の生き様とかそのものが川口さんな気がしてて、価値観とも同化しちゃってて、確かに仕事ってそうやってやる人強いなと思うんですよ。でそこまで仕事に自分を同化させる人って少ないと思うんですけど、ああ教育がおかしいんだろうね、この国のね、誰の教、どうしてそんなに同化してるんですか仕事と。あ、だから僕は運命でね、運命の人と出会っちゃったんで、もう余計なこと考える暇もなかったんでしょうね、で周りも背中を押されたとか、なんか世の中にこう背中を押されたような感じがして、まあ、僕しかできないことがあったんで、まあ、やってみただと思うんだけども、あのみんなそれぞれ生まれ持った役割があって、うちはやっぱ絵描きの子はもうほとんどの子は中学生ぐらいで絵で飯食おうって決めてるんですよね、うちに来るあの絵描きの子たち。あ、社員さん、はいはいはい、もうみんなそうやって、あの、まあ、もう絵好きなの当たり前で、中学生で決めてそのまま夢を叶えてるんだよね、入社したと同時に半分夢叶ってるみたいな、まあ、ああいう子たちを見てると、あ、これが正解なんだなって思うんだよね、出さないんだよね、もうギブギブギブ、あのテイクすることまた考えてない、ただ私は絵を描きたい、自分が納得いく絵を描きたい、結果それが人々を幸せにしてるのは、それは、あのそれはラッキーでっていう世界、あの純粋さが、うちの社員6割はそっち系だから、まあ、毎日それといるとなんか打算はないよね、ああこれ正解だと思って、一応僕も就職なんとか会みたいのに呼ばれて行くとき、なんか講演するときは好きなことやれって、好きなことやるのが一番こらえられる、苦しい時も好きなことならなんか気がついたら山越えてるよねと、嫌いなことで我慢して人生を追ったら最悪だよねと思ってる、それは言ってますね。好きなことやってうまくいくための、僕十分条件はないと思うんですけど、必要条件はある気がしてて、クリエイターさんもそうですし、監督もそれこそそうでしょうし、川口さんも、まあ、好きなことやって一応成功してるじゃないですか、
でもまあそこまで好きなことばっかり仕事でやってられないよっていう人もいると思うんですよね。だけど俺も好きなことやった方が人生楽しいと思うんですよ。 それで成功するために必要条件ってなんですかね。十分じゃなくて これだけはないと、ね、答えはきっとここにあって、本当に好きかどうかで、好きなんじゃねえんじゃねえのと途中でこう引き返すのは、そしたらまた考えて次な好きなことを探せばいいんじゃないかなと、好きっていうかね、なんだろうな、好きなんだけど楽しい、なんか人生そのものなものに巡り合うんだと思うの、で俺もあこれ転職だなと思ったのが実は45歳ぐらい、君の名の当たる2年ぐらい前まで俺もこれ本当に俺これなのかなってちょっとあったんだけども、でもやるしかないからみんないるし、で後になって、おこれが一旦ここまでの俺の転職、50歳までの俺の転職だったんだって今は思う、後から思うもんですかね。あじゃあちょっとあれさっき写真出したのが写真、新海さんと出会った頃の写真ありましたよね、見てみようかな、そこから感じるものもあるかもしれないですよね。これか、あこれはね2004年かな、一作目の長編アニメーションでいきなり毎日国際コンクールかなもらったんだよね。これ左画面左が最近これか、あこれ左右が最近、左は20年前でこっち去年とか、左これ何の作品の後ですかこれ。雲の向こうどう買ってくれたやつ、雲の向こうのやつですね、あれ賞もらった、はい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 、いや結構まだ大ブレイク前ですね。あ全然全然もう秒速5センチの1個前、知る人ぞ知る、そうあの無名で秒速5センチヒットして、その後の後に雲のあ琴の葉の庭ヒットしても東宝に行ったら僕らは無名の監督、無名のスタジオって扱いに、だから君の名当たるまで僕らは無名無名って言われてる、だからあ俺もあ無名なんだと思って無名無名って言ってるけど、あのコアファンの人には怒られる、まあ、僕もコアファンでしたから無名じゃないと思いますけど、でもこの写真から感じるとこ結構あって、なんか2人の距離感とか立ち位置とかすごい自然で、新海さんが多分あ川口さんでもね、この時は 左の20年前はロケハンは2人で行ったりしたし、で新海誠がカメラ持ってこうロケハンしてる姿を俺がカメラで写して、それがそのままパンフレットに採用されるみたいな世界だったの。今は僕が新海誠と飲むにもマネージャーを2人ぐらい通さないと一緒に酒が飲めないっていう社長でもマネージャー通さないと酒飲めない、あのなんか分刻みで入ってて、そんな感じなんですね。直接はだから海外ツアー中コンコースで喋るぐらい、はいはい、海外出張中はまあちょっとそういう時間があるあるけど、それ以外はマネージャー通さないとあの事故が起きるんで。でもやっぱこの今の右の写真もう一回寄ってほしいんですけど、右の写真の最近の方の写真見ると、やっぱそんな分刻みなんかでもすごい、これはね、スズメが完成した時だね、スズメの動画あるもんね。でもやっぱこの距離感すごい良くて、もう一回左の写真にスイッチングしてほしいんですけど、左の写真の時やっぱこれやっぱ感じるもの結構あって、めちゃくちゃやっぱり自然体で、もう背後に人立ってるのに新海さんがすげえ自然だから超信頼関係あったと思うんですよ。あこれそうなんですかね。いや感じるも の, このやっぱ僕も一応シャレで映像の少人数だったから、もう本当に7人ぐらいでパンフレット作って配給して宣伝してってやってたから、その7人中の1人が新海のこと自分でやってたからあのなかなかに激しい時代だったんじゃないですかね。いやただ、あのこうするしかなかったんです。日本のスタジオでは彼を引き受けることができなかったんです、彼の作り方をその彼を尊重して、あの、結構独特な作り方なの、なんで彼のためにスタジオベッド作るしかなかったんですね、この時ね。あの背景美術という仕事があって、まあ、後ろの美術、綺麗な美術をやっぱ20歳ぐらい上の人にお願いして描いてもらうでしょ、背景美術上がるじゃない。新海のことはそれ上からこうもう一回色塗っちゃったりして大事件が起きるわけベテランの そ, うでそれ許されないの業界は。なんで美術チーム自分で作るしかないなってところから始まってる。なるほど。ちょ最後に一個僕聞いていいですか。そのさっきの僕は信頼関係すごいあるなと思ったんですけど、ビジネスパーソンの方の生き方として新海誠さんを目指すのありだと思うんですよね。新海誠を目指す、このすごいものを作ったり社内ですごい新しい顔を出すってもありだと思うんですけど、誰でもできることじゃないと思うんですよ、はいはい、でその時それを支えるようなビジネスパーソンの生き方もあると思うんですよね。っていう時にどうやってこう新海さんも相当癖あると思うんですけど、クリエイターだからどうやってああいう信頼関係とか築いていくんですか。だって明らかに信用しきってるじゃないですか。
ど、それはど打算ではなくもう普通にナチュラルにやってきてる。なんかそんな話あんましないしね、自然体。もうそんな時間ないんだよ、やっぱもう少人数アニメ作ってるし、自分たちでインディーズで日本中回ってそのサイン会やったりとか、まあ、とにかくでも新海誠はファンに向いてる。あ、お客さんが喜んでくれることを第一に考えてるから、俺はそれをサポートするって、それを実現させてあげるという。やっぱり、ね、神さんが新海さんのこと大好きなんですかね。でも結果出すじゃない、うん、結果お客さんがインドだろうが中国だろうが韓国だろうが、お客さんがビービー泣いてるわけだよ、うん、今回も俺は一緒に舞台挨拶同行しながらお客さんと俺は一緒に見るわけ、うん、各国の、うん、ビービー泣いてんだよね、あ、やっててよかった、うん、これ続けていけばいつか世界が平和になるなって思えるですよね。ああ、そう思える人最高だよね。最高ですよね。そういう人見つけたらもう一緒に突き進むしかないんだな、うん、と思ったところで、ありがとうございました。めちゃくちゃ素晴らしいお話ありがとうございました。ちょっと一回拍手しましょうか。これ川口さん本当に、あんま川口さんインタビューとか受けないから俺も初めての話多かったですけど、せっかくなんで、ご覧の皆さんからですね質問が来ておりますので、時間が許す限り川口さんにお答えいただきたいと思います。じゃあ最初の質問をですねしていきたいと思います。これがプロデューサーとしてヒットしなかったけど評価が高い名作と称される作品どう思いますか。すげえいい質問だね。おお、あの昔はそのまま流されていったけれども、うん、今ネットフリックスとかあるんで、うん、復活できるんですよね、うん、でその監督が10年前こけても、うん、10年後に大ヒットすると過去作も1回ちゃんと世界に見てもらえるようになるんで、あの作り続ければいつかチャンス来るのと、うん、あのちゃんと見つけてくれる時代になってると思います、うん、あの仕方ないです、それはでもあの素晴らしいことだと思います。なるほど、はい、じゃあせっかくで次の質問いきますか。大きな決め事をする際どんな判断軸で決断されますか。もう好きか嫌いかで、嫌いかいいですね。例えばあの20億円丸損する可能性もあるわけですよ、うん、全然あるわけですよ、うん、あの20億円丸損してもまあこいつならしょうがねえかと思うかどうかは好きか嫌いかじゃない。だって新海誠で20億円損壊ってもしゃあないでしょなんか、うんうん、ということです。なるほど。なんで例えば3億円の企画だったとしても、まあこいつで3億でこけて、あ、俺は、うん、大丈夫、次に迎えるなと思えば GO だし、うん、こいつで3億でやだよ俺立ち直れねえよと思ったらやらないと。なるほど、好きか嫌いか結局自分に返ってくるから、うん、それが我慢できるかどうかっていうか納得できて次に進めるかどうか、うん、はい。なるほど。でも好きか嫌いかです。か嫌いか。じゃあ次の質問いきましょう。なるべく多くね。川口さんが考える成功するための才能って何でしょうか。多分あの努力するんですよ。結果あの気がつくと20時間それやってましたという才能だから、そういう職業に出会うこともまず大事なんだけど、まあうん、ハマっても何も考えられなくて気がついたら20時間っていう、それ没頭できる才能だと思うんです。それを没頭できてればいつかは日の目見るんじゃないかなと思ってます。川口さん今いいことしましたね、うん、20時間没頭できる仕事に出会うって大事ですね。やっぱ、うん、でもやりたくねえと思ったらプラモデル作ってたら20時間経ったりする人いるでしょう、はいはいはい、あれなんかプラモデルなんか活かせんじゃねえかななんて思うんですけどね。はいはいはい、あ、いいですね。次の質問いきましょう。川口さんと新海監督が出会った頃と今お二人が作品に向き合う姿勢に変化はありましたか。あの前は二人でこう1個作品があって2人でこう向き合ってた気がするんだけど、まあ二人三脚ってよく言われてたけど、今なんだろう、100人101脚状態だから間に100人がいるから、そういう意味では距離はだいぶ空いたと思うし、なんだろう、向こうと思ってくれないけどちょっと照れくさいんだよね。なんかどうなの、あのダウンタウンのお二人って普段仲良くいいの、あれなんかわざわざ仕事場で一緒なの、わざわざプライベート一緒にならないみたいな、はい、なんかわかんないけど、うん、俺はそんな感じ、ちょっと見てて照れくさいってか、ほうほうほう、向こう大ヒット監督だしなんか、なんか照れるんですね、照れくさい感じ、照れくさいと、うん、じゃあ次行ってみましょうか。最近 AI が作ったアニメーション動画が話題になり自分見てびっくりしました。これからアニメ AI が進出、すごいな、これは気になります。でもどうですか。減ります。アニメーターの、うん、数がもうちょっと少なくても作れるようになります、うん、ただ人を感動させるのは人々の愛なのでとか、本当
鉛筆の線のちょっとした波動なので、うんうん、これは最後0、1と9から10に持っていくところは最低でも人間じゃなきゃならない、うん、できれば0から3とかで3から8ぐらいは AI に任せて、また8から10も最後人間が手を入れるというのはあると思います。なんでちょっとこう変わる部分はあると思いますが、僕は人間と仕事してたいです。この最後のところは人間だとして、コミックスウェブフィルムスってこう AI 導入していく予定って近々はある？もう各社として各スタジオ研究してますよね、うんうん、で試してるじゃないですか。うちもなんかそういう部署が若いやつらがそうやってますね、うんうん、研究してますね。楽しみですね。じゃあ次お願いします。鋭いね質問が、すごい。この質問で終了ですということ。結構パン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 、質問させていただきましたけれども、お時間となりましたので、質疑応答を終了させていただきたいと思います。じゃあそれではですね、最後にご覧いただいている皆様へ、まあ、今回のテーマで乗り越えるをテーマにメッセージを一言お願いしたいんですけど、一人一人必ず役割があります。なんとかそれを見つけてください。それを続けてください。きっと幸せになります。でみんなで幸せになりましょう。以上。本日は川口さん、素晴らしいお話ありがとうございました。どうぞ盛大な拍手を送りいただければと思います。いやめっちゃいい話でしたよ。ありがとうございます新しいチャンネルをですね作りました。50で辞めて、はい、医者になるってどういうか、50歳の頃に見えたんです、自分の先が。100時間ぐらいかけないと全貌がつかめないのではない。好奇心を発露させて楽しむための仕組みとして人間がいろいろと試行錯誤していたら、ひろきさん、渡部さんの伝統芸能見たいですよね。いただきます。うん、新ファンタスティック未来、やったー。新番組ですよね。はい、新しい、はい、日銀の話って専門的になりがちなので、柔らかく多くの人に分かりやすくしつつも、そういう決定版みたいな番組になればなと。核さえ打たなかったら具体的に攻め込んでくるような戦力とかないわけじゃないですか。そんなことないです。なんでその北朝鮮、あ、そうじゃないですか。いや、だからその僕って人間が人間らしいのっていうのはバカなことをすることだと思ってるんですよね。あ、田原さん来た。あ、ご挨拶します。偉くなりたい人たちは上に対して正論が言えないのよ。正論言ったら偉くなれないからね。リハックではですね、サブスクのまったりリハックという、サイトもやっております。こちらはですね、無題とか、リハックスとか経済の森の、楽屋トークとかアフタートークみたいなのも、たまにちょこちょこ配信したりしてます。なんかコンペだけなんかちょこっとした話を、したり、意外にそこが面白かったりしてます。あと、生配信とかですね、たまにやったりしてますんで、皆さんとライブにやり取りしながら、お話をさせていただくと、私非常に楽しみにさせていただいております。本当にいい、まあ、全然登録しなくても大丈夫ですし、ちらっと登録してみた方は、登録してください。引き続きよろしくお願いします。